今日は私手相芸人島田修平も登場占いから会談話までお送りいたします はい11月3日木曜日「文化の日祝日」でございます午後1時を回りました CBC ラジオ北の誠のズバリ北の誠ですそしてアシスタント山内彩佳ですそして「文化の日祝日」のゲストはこの方ですどうも島田周平ですお願いいたします,いしますはい、はい、ということでございまして周平、はいえー、ちゃんとはほんまにあのめったに仕事でお会いしないんですが、はい、多分あ久しぶりに十何年ぶりちゃうかそうですねはいあったのは多分十二三年ぶりやと思いますけどもね、はい、もう一回りぐらいしてますけどもはい,いつも 僕のあのあ生命線が長いっていうのは島田修平君に僕の手相を見てもらって、はい、カンテレの楽屋で確か教えてもらった時に94ぐらいまでいきると思いますけど、ね、いやもう長いどころかもうあの本当に変な手相してましてもう化け物みたいな僕はあの裏で手相だけ見たらあの,あの人のことは妖怪って呼んでますけども <laughs> <laughs> っていうぐらいすごい手相なんですよ<ー>はいまあそれは後々今日僕はもう今現在63だったんで、はい、もう今からね島田修平君の占いで 一喜一憂することはないと思わざ <laughs> と別に僕のことはもういいですよと思って何も資料も何も送ってなかったんですけど秀平君がちゃんと調べてきてくれたので、まあ、後ほど僕の手相とか生年月日から僕はこれ後の人生晩年どうなっていくかという長いんかいあと35年ぐらいも生きたないと思うんでいやいやいやもう多分150ぐらいまで <laughs> あの手相いくでしょうね。 えあの元と,とお笑い芸人を目指してきたの？そうです。あの十八の時ですね。もう今から二十五年ぐらい前ですけど、うんはい、あのまあホリプロという事務所にお笑いコンビで入ったんです。しかも長野県から高校卒業してはいはい。ちょうどその頃お笑い芸人でいうと誰が売れてた頃ですか？まあボキャブラとかがちとこう始まるかどうかぐらいで、アズマックスさんがとか感じかな？はい、は,いは,いはいはいはい。爆笑問題さんね、中村さ,さんとか。はい、で僕らが入って少ししてあの NHK の爆笑オンエアバトルっていううちの増田お方とアメリカザリガニがよく出てそうですよ、はい、はい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 その頃それを見ながらあじゃあって言ってそうですで長野県からね信濃、うん、の国の人がやで高校卒業してよう両親がそれを許してくれたね本当に今考えたらただただ応援してたんですけどもね、はいうん、教育圏ですからお笑い圏にもいないんですよ全然周りいませんから、うん、はい学生さん もう中学生とか。もう中学生も後輩やろ。そうですそうです。はい、もう本当不毛の地なんですけども、みんな真面目ですからね。<laughs> そうなんです。よ、えー、長野県と山口県はあの、はい、トゥナイトツーとイレブンピームやってなかった県ですから。<laughs> 教,育教育上よくないから。<laughs> 本当あのなんかギャグとかボケたりすると普通に何言ってんのっていう。えー理由の ツッコミとかあんまなかったね、えー、だって JRA のウィンズもアかカとかだってずっとなかったですからねわそこからだからほんまに日本で2大教育圏といえば山口長野 真珠なんですよだからあのコンビ名も漢字2文字で大泣きするで「号泣」っていうわけわかんない名前つけちゃったんですよ1号2号に泣くでお笑いなのにわかんないからさすがにあホリプロの和田アキ子さん大先輩なんですがちょっと名前変えた方がええぞって言われてあそうですかで私考えてやるわって言われたんですよアっこさんからありがとうございますつって言ってこれは幼なじみだったんであっこさんが考えた名前がベストフレンズっていうそれもってすごいですね 当時僕らあのお断りしまして「断ったなベストフレンズ恥ずかしいですね」みたいない恥ずかしい,そかしいじゃあ,あそうゃお前らあの長野やから、はい、今日からお前らりんごちゃんやって言われてりんごちゃんまあそれもまあ後にねりんごちゃんっていう芸人さんがブレイクするんで先見の,あの,あの面があったかもしれんけどりんごちゃんではちょっとなはい、まあ、そんなアッコさんねあの手相だと頭脳線がほとんどないっていう、はい、<laughs> めちゃめちゃ短いんですよあの人めちゃめちゃ短いルー大島のことを「ヘ、hey! イ大久保」って呼ぶんですよ <laughs> どういうことと思ってます、僕らいや、でもやっぱりわが子さんはね、もう本当、です。面白いです,面白いっすね、大阪ではほんま有名な VV 和室たんですから、<laughs> あれ、リアルな伝説ですからね、<laughs> ほんまに。 南のあっこほんまに僕らねと上の真田健さんとかのあのあたりの本当になんかナンバー一番とかあった頃の、ええ、僕らでも僕らでも南波行きだした頃昔和田アッコの実際に飲んでた人とかの話を聞いてはい、はい、あれを嘘のように言うてるけどほんまのことやでい,やもういろんな武勇伝ありましてプロ野球の始球式やったらしいんです始球式ねその時にあの振りかぶった足でキャッチャー踏んづけちゃったっていうね <laughs> でその手で二塁ランナーアウトにしたって話ありますからね <laughs> <laughs> どんな <laughs> あれも本当らしいですよほんますごい人ですからねまあでもよかったしベストフレンズじゃなくてで, <laughs> でもいっぺんそのお笑いコンビではあんまり売れなくなったんです、はい、売れてなかったんですねそ,そうですそうですはい、はい、でまあ占いに出会ったのが2002年で仕事で知り合った原宿の歯「は そうななんですんかこう急に会った時に「なんかあんた見る力才能ありそうだから教える」とか急に言われましてうさんくさいなと思ってたんですけど教わりに行くとご飯食べさせてくれるんですよ。芸人で金ない頃は最高やからねで教わっていくうちにハマり出してで原宿の母の弟子なんですよ僕ね僕当時東京の代々木に住んでたのでもらった名前が代々木の老いっていう。 若干距離感あるなみたいな。変わりますね。<laughs> しかも、おいでわ。<laughs> <laughs> でもなおいでわ、あの、母親からあれええねえよ。そう,そうです、そうです。新宿の母とかね。お <laughs> いて、なんか、うさん。おいうさんくさい。<laughs> <laughs> <laughs> でも、すごいのが、僕、あの、実は芸能界に一人弟子がいまして。<え>これ、南海キャンディーズの山ちゃんです。あ、山ちゃん。 山ちゃんがねあのある日あのアイドルの手が触りたいから手相教えてほしいっていう最寄りの流ってきたんですけど、あのすぐ覚えちゃったんですよ。山ちゃんもらった名前が山ちゃん当時東京な中野に住んでまして中野の知人っていう知人、突っ込んだ。血も繋がってないんですよ。アイドルの手相のみたい手相りたいから手相みたいっていう。その割には AKB の総選挙ちゃんと手袋はめてました。実はすごい真面目ですからね。あれで直接触ったら絶対ファンに怒られるから。 白い手袋してやってました。本目た常で触えたから。まあでもそれ以外にも YouTube で現在ね、すごいあのあのお階段巡りが。僕はあの結構見てますけど嬉しい。あれマジで見てますけどね。ジムで走ってる時とかに。ジムであのジムで筋トレやりながら見てますか。見体鍛える時に階段ってあんまり相性良くないんじゃないですか。筋肉つきそうにないですよね。いやなんか黙々と筋トレしながら今日竹内さんと竹吉さん出てる。 武内 <laughs> さんと中山さん出てるときなんか、あれもの、<laughs> ものすごく気ぃ使ってるから、そう,ですよもうレジェンドですから、まあ、レジェンドですからね、まあ、それも51万人ぐらいのねい登録者数で、本当、すごい活躍されてますからね、はい、ありがとうございますまあでも今日はあのね、はい、皆さんにはあの島田真也さんに対する質問を、うん。 もういっぱい来てますけど、嬉しい。もう、ほとんどはまあ、あの、開運と手相のことばっかり、<laughs> ほぼそればっかり来てますけどね。<laughs> はい。本当、<laughs> の、手相は見てってか、多いですよね。多いですね。街歩いててもね、手相を見てってありますし、僕、はい、あの、一回東京マラソン走ったら、はい、沿道で、あの、四十二点一キロ。ずーっと手相見て、手相見てって言われて。<laughs> <laughs> 変なセミみんな小幡フランとずっとやっ見てなんか手振ってないなと思ったら。手う見てることね。あれでタイム一時間ぐらい遅れましたよね。だいたい K Y 線入ってましたよね。めない線がめない線が入ってますからね。今まで何人ぐらい見たんですか。いやもうすごい数だと思いますね。もう三万人とか五万人とか言ってますけど。本当に道歩いてたらもうすごい言われてあの行っていただくので。それはもうあったらやっぱり偶然あったら見てもらいたいと思うよ。いや本当です。ね。 年月日とかいちいち言って、も調べるのはあれやけど、手相やったらその場で全部。パッとわかるわけや。そうですよね。ある程度のことはね。うん,うん。便利ですよね。こ,こう、掲げればいいだけ、ね。そうなんですよ。だから、あの、よく、そう、手振ってもらってんだなと思って、こっち振り返したら、全然違ったってことが多い, <laughs> い多いんで。結構恥ずかしいんですよね。 基本あれちょっと僕も一つあベーシックな質問聞いてましたけど、はい、左手で見るものなんですか手相はこれは本当は両手見たいところなんですけど、はい、まあテレビなんかだとちょっとこうやっぱり時間の関係もあって、うん、まあ左手ということで見させていただいてるんですけど僕は左手で見てますね。あ<ー>はい ややっぱりり流派がああるんます韓国だったりすると左手が27歳まで右手は28歳以降とか本当国によっても違ったりするんですよ。すごいのが韓国って手相の整形手術ありますからね聞いたことあんそうなですよ自分でメスでピーってやっちゃうっていう手術が実際にあっておすすめしないんですけど実は日本の芸能界で一人だけその手術をやった人がいるんです。 これ番組のロケだったんですけどオリエンタルラジオのあっちゃんあっちゃんはいやったんだけどやっぱ生々しい映像なんでそれがちょっとお蔵入りになっちゃったりするんですよただねその後にパーフェクトヒューマンになって YouTube も大活躍でちょっと意味あるのかなって思っちゃいまそれは何線を入れたんだ大体あるのが運命線という手の中央の縦線あとは句数指の下の縦線の金運の線とあと財運の で覇王戦という億万長者の層があるんですが、はい、それが一番人気らしいですね。はいへ そうなんややわわわざわざレーダーダで入れるわけや <laughs> いやおすすめしないですけどねそうやんない手相変わりますから自分で頑張れば頑張れば変わっていくので、まあ、それをはっきり変わらすためにっていうのもあんねやけど <laughs> そこまで韓国ってすごいなさすが政形大国やと思いますね <laughs> はいということで今日は島田茂恵さんお迎えしての3時間となっておりますえー、質問はこちらでございますメールの方はパソコンスマートフォン携帯電話から CBC ラジオ北野誠のズバリのホームページにアクセスして番組メールフォー ホームからお送りください。ファックスは零五二二六三の六八零零。そしてラインからお便りテーマをお届けしています。お手持ちのスマートフォンで C. b C. ラジオのホームページにアクセスして。北野誠のズバリ公式ラインを友達追加してください。はい、ということで、今日は島田修平さんをお迎えしての四時までお付き合いください。北野誠のズバリスタートです。今日は私手相芸人島田修平も登場。占いから怪談話までお送りいたします。 はいといととうことで今日は島田修也さんをお迎えしての、えー、3時間でございますが今回もう明日ですかねあさってこの島田修也さんが「運と不運の正体」っていうのは SB 新書からあさって出ますけど、ねはいいありがとうございます、えー、いやこれはもうあの読ませていただいたんですけどこれあのやっぱ運と不運っていうのはもうちょっとあの冒頭のつかみから思いましたけども、はい、いやあのなんか人間って本当にあの 運不運ってよく言うけどうん、うん、あの不運が続く時は自分で不運を呼び寄せてんのよねあれねそうですね自分から勝手に不運にしてるっていうところがあるかもしれないですね、うん、そうなんですよねいや僕本当にあにこの本読ませていただいてあ多分ね運のいい人っていうのは多分普段から運が良くなるような行いをしてはるんやと思うんですけど、ねうん、はい強運マインドと言いますかもう自然にやってますよね。 それは絶対あると思いますね。ちなみに、あの島田秀平さんは。 自分で運んふこのバイオリズみたいな感じるのはやっぱり。あ、やっぱ自分でも思いますね。あの流れというか、やっぱりこう、うまあ。絶対当たる占いっていうのが、あの運が今いい人に対して。このままいったらいつか下がるよ。で。今ついてない人には、いや、いつか上がるから。当たり前なんですけど。それも絶対当たり前。そういう風にやっぱ人生って波は絶対にあるじゃないですか。ただその波が下に下がった時に、あまり下がり。 過ぎないように、はい、さらにすぐ上がるようにっていう方法はあるんじゃないかなと思うんですよねそれもだから日頃の生活の中でやってる心がけとか行いが うんふうに繋がっていくんでしょと思いますでも実際にあの芸能界とかでも結構そういう運を気にされる方が多,、ねうん、多いですねやっぱりなんか自然となんかこういうことやってるとっていうか言たら験担ぎの人も結構いてますからいやもう決まったルーティンで、うん、昔あのだちょっとうちの小直言の,の割と年配芸人の方でも、はい、あのいっぺん絶対靴履く時は左からって決めてある人がおって <laughs>、はい、でなんか右で履くとあとっと一っいっぺんまた戻らんえ <laughs> いやそれは何でかだ前にそれを気にしてなくて誰かになんか占いの方に言われてそ,っちそういうルーティンを決めた方がいいよという時に右足で入って気づかんでやったらなんか転んだとかなんかがあってそういうのはやっぱりルーティンは決めとかなあかんねんとかね。距離感も大事なんですけどやっぱりそう楽しみながらなんかそういうものにねこうやっていくのは楽しいいんじゃないかと思うんですけどでもやっぱりあの大きく分けて運がいい人って僕は3つ。 もう三つはい特徴があるのかなと思ってまして、はい、やっぱり運って漢字で運ぶって書きますよねはい、はい、やっぱり運って待ってても来ないんですよね、うん、自分で足を運んで掴みに行くものなので、うん、やっぱり足を運ぶ人フットワークが軽い人はまず運がいいという、うん、これはまあ絶対かなと思います、ね、まあだからあまりにもデブ症で人がせっかく誘ってくれてるのにいやもういいよって言うのはあれ良くないよね、はいえー、ちょっとさ何かの出会いでそこへ行くことによって何かを掴かむかもしれんっていうのが あるから極力動かなあかんってことですよね。よくそのモテ期とか言うじゃないですか。はい、で占いでもモテ期って一応こう出せたりするんですけど、うん、その時にモテ期なのにいつもの家と会社の往復だけで過ごしちゃいましたっていうともったいないですよね。うん、モテ期だからこそいつも行かないところに行ったりとか、はい、たくさん人に会うようにするといいですよってことだったりするんですよね。うん、そうか自分が動かないと運が来ないんですね。はい、そう。はい、で二つ目は、うん、はい、えー、運がいい人ですね自分のことを 運がいいって強く信じ込んでる人が多いっていう。<ー>これ深いというか。<laughs> はい、あの、いろんな意味があるんですけど。わかるわかる。わか,かります。それはわかる。うん、<laughs> あのね、松下幸之助さんっていうね。方が。面接で絶対に質問していたのが。はい、あなたは運がいいですか。うん 聞くんですってでその時に「はいいいです」って即答する学生さんだけを採用していたって有名な話があるんですね<ー>これ実はいろんな意味があるんですけど自分のことを運がいいんだって思ってる人は成功した時にあ皆さんのおかげ ね、運が良かっただからこうやって成功できたんだ次は下に世間に返していこうっていう気持ちになる、うん、でも運が悪いんだって思ってる人がそういう成功するとこれは自分の力だけで上に上がってたんだ、うん、おごり高ぶりやすくなるとか、うん、で失敗した時にも引きずりやすくなるとかいろいろとあるらしいんですけどね。うん、運がいいいいと思っっってててる自分で運がいいです <laughs> <laughs> 急<に>危ね,危ね, <laughs> 危ねって言た <laughs> 今質問ちょっとびくってしちゃった <laughs>。なんかね同じようなことって多分起きてるんですけど、うん、その。はい 起きた出来事に対して自分がどう思うかで人生って本当に変わっていくじゃないですか。考え方の捉え方ですね。はい。なんか自動販売機でジュース買った時に違うジュースが出てきました。はい。なんだよもう運悪い最悪だよってイライラして過ごすのか。うわこんなことあった。これ面白いな。人に話しながらそれをネタにして楽しくね過ごしていくのかで、うん、もう人生全然変わってきますよ、ね。変わってきますからね。はい、はい。そして三つ目は、はい、えー、これはもう新しい経験をするってことですね。うん これね。<laughs> <laughs> これこれいくつだってボロせいなあかんね。<laughs> やっぱり運ってね、やっぱりこう不運って何かっていうと運ばず動きがない状態が不運なんですね。 で、やっぱり自分の中で意識的に動きをつけていくってことで。新しい経験をしていくと、自分の中でどん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 活性化して、よどまなくなってくるので。まあ、それはやっぱやった方がいいのかなという。まこつさん、最近筋トレやってますね。いや、もうなんか、いろんなことに興味あることは、なるべく一生懸命やろうとしてる。でも筋トレもね、運動じゃないですか。感じてみたらね、運を動かすと書いて。運動ですから。運動ですけど、やらなあかんよ。はい、すみません。やります。エえ、メン、ええ、ラメン、ええ、ラーメンとばっかり食べた。油揚げときたのラーメンが大好きなんです。 でもその3つがやれるようでなかなか人間ってねやれない、うんはい、なかなか難しいんですよね、はい、これ読むとなんかあなんか僕ほんまこれちょっと新幹線の往復で読みましたけど、はい、なんかこれあそうかこういう考え方を心がけるだけで全然違うねんなと思うんだよね。 苦にしないことやねまあいいかってま、うん、あいいかって言葉いい言葉ですよねまあいいかって本当に運がいい人の口癖でよく聞きますよ、はいうん、まあよこんなことあったけどええー、かぐらいの感じで収めとくのが大事なんですよね、うんはい、イライラしちゃってます私いつもまあいいか、ね、って言わないとまあいいかっていうのが大事ですね今日は私手相芸人島田修平も登場占いから階段話までお送りいたします はい、ということで、今日は島田茂さんをお迎えしておりますが。お願いします。このコーナーは、えー、うちの山口、あい、アナウンサーが。事前に、あの、手相と、<laughs> はい、それから、生年月日、名前など、全部お送りしておりまして。はい、島田茂さんに、うだな,なってもらおうという、ういもう、本当にうれ、俺。嬉しいコーナーですよ。い,いいですか。はい、お願いしますちょっと、こう、見てきたんですよ。すごい。すごい、資料がち,ちゃんとやってくれたのから、えいなと思って、えー。ありがとうございます。ちなみに、え。はい 人生悩まれてるんですかそんなことないでしょ悩みしかないことないやろそんな悩んでる人はあんなお酒飲まないですよね楽しそうじゃないですかめちゃくちゃ酒飲みますよじゃあまあ基本的なこういったね手相とか性格とかねはい。で今年来年こんな感じかなみたいなところえ仕事運が多めがいいですか恋愛とかは別にいいですか仕事も恋愛も気になりますわかりましたじゃあ全部ってことですね全部贅沢です大体若い女の子は恋愛と仕事やからね

さすがやねさすがですよね, <laughs> すねああいう系の方たちってもう天才なので天才や、ね、ほら具志堅陽子さんも座右の銘聞かれて、うん、両目とも1.5って言ったってい <laughs> そう,そう。<laughs> ね <laughs> 最後の目に、ちょっとを聞かれてた。っていう方たちの頭脳戦お持ちなので。まあ、て、天才で、天ね羨ましいわ。やっぱり、あの、ユーモア線お笑い線なんていう線も結構入られてて。だって、これあればあるほど面白いって線ですからね。待って、誠さんの後輩の、増岡のお方さん、一本も入ってないんですか。ええ。まほら、だ一本も入ってないから、滑り芸が。一週間って、面白く。お伝えしたら、閉店からがなっておっしゃってましたけど。 <laughs> まあ,あと、ね、そのカリスマ線やっぱりこう人気があって人を引きつけるとかっていう、はい、このお仕事がすす向いいててるるっっういもあったりするんですね今回あの生年月日とか、はいはい、名前の画数も見させていただいたんですけど、はいすね、やっぱりねまず強運生まれ持っての運気が非常に強い人で<え>はいそしてコミュニケーションを必要とする分野で圧倒的な才能を持つという星もあるんですね。

先輩とかでもいい部分を自分の中に入れて、それをやっていくっていう、ただからお手本となる。師匠みたいな方をつける、見つけると、またさらにいいですよって話があるんですね。えー、なんか尊敬できる、この人真似したいなって方いらっしゃいます。もうまこつさんです。え<あ>俺かい。まこつさん、めちゃくちゃアナウンサー。あど、どこ目指してるんですか。<laughs> お前、何考えてる。いや、アナウンサーで、この、なんか、小高さんが、とか、あるやろ、なんか、三、はい、年後とか、急に会談とか,始めないかれない、始まらなきゃ。 やるかもしれない。やりますかね。この人はね、<laughs> ええ、3年後ぐらい急にね、なんか階段やりそうな気がする。<ー>今こそっとこいつ心霊スポットが事故物件回ってそうなんです。俺に言ってないけど。ただの多くを求めすぎて、全部が中途半端ってしまうんですよね。 YouTube チャンネルがそうですが。<laughs> 都合が悪くなると逃げ足が早いっていうね。<laughs> チャレンジ精神旺盛だけどもあの怠け者とかね、<ー>そういうのもあったりも。いやでもねあのやっぱいい部分も多いんですけども、はい、あのー、やっぱりそういう気配りができるとか、はい、でやっぱ面倒見もいいとかこれ、はい、なんかすごくそういういい星がバン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 出てくるんですよ。え数がいいんですかね。はい。いやマジであのモノマネ芸人とかあと。はい 俳優役者さんなんていうのも、はい、ちょっとやったら面白いのかなって感じはしましたえ、ね、<ー>そんなぐらいにまあでもええよねあの天然的なボケの感じを持ってるのがえ羨ましいなと思うわ <laughs> う、ねね、あれ僕らおいで洋食わかんねんて天然やっぱり天然もんやって天然もんやってやっ,ぱりやっぱり本物じゃないとねバレ、ねまあ、ちゃってねバレちゃうからこいつ無理してボケてるわとかいかんやね<へー> <laughs> 自然に <laughs> 何の前もなくボケてるって素晴らしいよしいいやよかったまさんが言ってれるいやあれは羨ましい俺俺も一番泣いたかったタイプまことさん全然そっちじゃないじゃないですかそれ全くちゃうけど <laughs> でそういうふうにとても魅力的なんですが、うん、ちょっと人を見る目が厳しいかもっていうえそうなんですねでそれなんでかっていうとやっぱりこう、はい ちょっと自分自身をこう出すのがちょっとこう怖い部分があって臆病なところがあるのか卒学振る舞って本心を隠してしまうっていうサイコパスサイコパスそんなことないですか気になる恋愛は恋愛あ恋愛ですか恋愛ですね一応あのまいいいいんですよね占いだから占い言もいいですよねテクニシャンの星があるんですやった <laughs> テクニシャンやってす。これあの占いですからね。あくまでも、あくまでも占いで。<laughs> で占いで実際一緒にベッドインしたわけじゃないです。<laughs> いですよ本当に <laughs> <laughs> あくまでもこの占いで見た結果。はいはい、テクニシャンの、ここさっき、今日,今日文化の日ですよ。<laughs> <laughs> 本当に。<laughs> 何言ってんすかいや面白いなそんな出てくるねやこれ出てくるんですよそれは何青年月日とかでモテる方星みたいなやつねあとまあ手相もあのエロ線っていう線はもうエロ線は間違いなくあるんです三本ぐらい入ってるミルフィーユみたいな感じで入ってますでもそれは魅力があるとかセンスがいいってことなんで本当はビーナスラインって言うんですけどあ間違いないビーナスラインがあんまりちょっとパンとインパクトないからエロエロ線って言うんだインパクトあるなエロ線 あとやっぱりそういう部分でやっぱりも表になるなという振り向かせるのが好きみたいな恋愛は刺激や財産を求める傾向がありますただ玉のし運っててのも出てくるんですよええ本当ですすよ本当か、はい、誰か誰、えー、そんなえ、はい、山内さんですね、はい、今年来年人生でもうピークぐらいのモテ期であり今期かもしれない<え>。え 定期今期は来ましたか。えないと思ってましたけど。でも今年来年けどもうあ残り少ない。<laughs> だからもうい実質 <laughs> 来年一年だ。そうですね。ああ今年は二ヶ月しかないですもんね。うん、もうこれぜひねあのやっ,やっていただきたいのがもうモテ期ですから。はい、さっきみたいにちょっとこう本心隠すんじゃなくて。はい。とにかく自分の気持ちに素直に<ー>好きな人にはしっかり好きと伝えるっていう素直に伝えるっていう。えー、<laughs> おお素直さ大切なんですね。今からこうなんか。 恥ずかしがらずに人を褒めるみたいな練習はしててもいいかもしれないですよね。はい、ぜひちょっと今日練習で誠さんのことをといやいやだからそれでいくと、うん、もうガンガン来年一年はいろんなところウゴールをしながら、はい、自分を解放してキラキラしてると絶対男が言いよってくるって、ね、そうですね。でモテ期っていうのは恋愛だけじゃないですから、うん、いい出会い人脈仕事仲間とかお友達もできますので、はい、そういう人脈で二千二十五年にですねフリーになっていただきたいと思います。早い、えー、まだ入社二年目だけど人脈をちょっと二千二十四年二十五年ですね それにフリーなのって今までありがとうございました。おでこにテクニーさんって書いて星も書いて。あのフリーを一回否定しなさいよ確かにずっと続けてフリーやる気満々ありがとうございましたじゃないんですよ本当。CBC でやってる YouTube が嫌で嫌でたまなんでゲストの俺が一番気遣ってるかお願いしますよ。はいということでやゃとりあえずモテキが今年から来年来るということでございます。めちゃめちゃいいと思います。はいありがとうございました。 今日は私手相芸人島田秀平も登場占いから怪談話までお送りいたします。はい、今日は島田茂平さんをお迎えしての3時間でございますが、なんと島田茂平さんは僕のことを占ってみたらしいる話です。 見てくれたらしいですけど。本当ねだって別にあの頼まれてないのに勝手に見てきた俺もこの年やからもうええわと思った。占いの押し売りってわけわかんないですよね。確かに逆に。ごめんなさい。いや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 。まあでも十何年前ってねあの生命線がほんまに長いって言われた以来ですけどいや長いだけじゃないんです誠さん。生命線が内側に二本三本で三本生命線あるんですよ。三本？それシビサに言われたんですよ。三十生命線って言いましてこれ二本でもすごいんですよ。三本ってまあなくってあの黒柳徹子さん。 球で言うと金本さん谷茂さんと同じ手相なんですよ、はい、鉄人クラスこれ俺マスカケでしょいわゆるそうなんですよ、はい、横に一直線ビーって入ってまして徳川家康にあったと言われている天下取りの層という、はい、でこれあのまあ芸能界でもさんまさんとかね、うん、ダウンタウン浜田さんところジョージさんとかあとあの有吉さんとか、はい、<laughs> フィギュアの方で言うと羽生結弦さんとか、えー そうなん。あと足田愛菜ちゃんとかそうなんですけど。すごい手相なんですよ。はい。やっぱり才能も運も桁違いなんですが、ちょっと頑固で変人も多いですよ。サイコパスです。サイコパスじゃないですけども。でもすごい手相なんですね。あ、そういえば、あのお笑いコンビで。片方だけマ増掛線っていうのは、何組かいたんですけど。二人ともマ増掛線っていうコンビが僕一組だけ知ってるんですよ。何とれ。かまいたち。

ま好奇心旺盛、はい、知的欲求の強い人、うん、いろんなことに興味を持ち新しい環境へもえ適応力があって、うんえー、いろいろこう物質的な財産よりも心の財産をたくさん貯めていける人という<ー>、はい、でどんなふうに見えても根は真面目とかね。うんはい カリスマ性があり、えー、若々しく前向きか確かに若々しいですね、えー。度胸があって対応力もある、うん、そして高い目標を持っていて妥協を許さない、うん、完璧主義者なんだがサービス精神も旺盛で正直なので人に好かれるっていう、うん、あ愛嬌があってちょっと甘え上手な面なんかもあって何か憎めない人という感じで。どんな困難があっても結構 かなんとかなっちゃうっていう、超強運の星を持ってるっていう。えー、すごい。はい。いいことばっかり。あ、ここからじゃあ行きましょうか。注意だ。注意。注意。そうですね、えー。ただわがままが出過ぎたり、余計なことを言ったりして信用を失いがち。<laughs> あります。あります。えー、あっけらかんとした気分屋の分面もあって、うん、いろいろ企画はするんだが、最後は人に丸投げ。<laughs> ただ変なとこが基調面で、指示だけは出すんで、周りを引っ掻き回す。<laughs> はい。 面白いことは好きだがそれに伴う地道な作業が嫌い、えー、ずーっと大人になれない子供な <laughs>、はい、なんとども、はい、でお金なんですけども、はい、金運悪くないんですが、はい、ちょっとだけその詐欺とか悪徳商法に要注意って出てますいやあの昔ね、はい、あのなんかまあ詐欺というか共同事業とかやって金結構なくしましたからね。ね、えーえー あるんですよ詐欺というあのもろのなのの詐欺じゃなくて一緒になんかちょっといろいろやったことで、ええ、事業にお金投資したことで、うん、その事業自体が失敗してるんでうわっこの持ってる星がですね実はあのウォルト・ディズニーと同じなんです、えー、<laughs> あのロマンを追っていろんなことを自分が興味持ってやって、はい、心の財産を貯めていくことが大事で、はい、お金の財産に走るととちちょっっくくなくなっちゃうその,時その時はよくよくを書いて失敗しましたから。<laughs> <laughs> ちょっとこれあの良かったらなんですけどこういう風うにしたら運気上がりますよっていうアドバイスしてもいいですかはい何ですかこれあの誠さんのラッキーパーツってありますはいラッキーパーツこれね、はい、肩なんですよ肩,肩この前痛めてたけど痛めてますけど <laughs> なんで肩を出していくと魅力がいっぱい出てくるので、はいはい、あのこれからノースリーブで <laughs> <laughs> ちょっと待ってくれ 格子だの浮気みたいな常にタグトップですぎ <laughs> ちゃんみたいな,たいなワイドにしていただくといいんじゃないのかなって肩出すのか、はい、冷えるね今もんちょっとだからプレゼントとかもしされるときはね、うん、肩出てるような洋服とか、えー、が今の50歳だからもう俺もこれからね晩年に向かっていくから、うん、晩年そんな心配するでもいいのからもう結果なんとかなっちゃう結果助けてくれる人が出てくるっていう、うん、ただあのまさ、あ、に2022年ですね、はい、来年はいえ炎上しそうですえこ <laughs> コトさん何するんですか <laughs> 上すねこれはあのまあ,あの気をつければいいんですけども、はい、ちょっとね来年あのちょっとこうストレスためる必要ないんですけど、はい、なんかちょっとイライラしやすくなったり、はい、愚痴とか不満が増えてしまって。 いがちになるんですね。はい、えー。そうならないようにとにかくポジティブなね話を心がけるとか、はい。はい。まあそういう風うにしていただいたらただいいですよってことで。なるほど。でさらにあのー、来年はですね健康のための基礎体力づくりとか、<い>食生活の見直しとか、はい<ー>。そういうこうチェンジより長生きしていくための、うん、より健康を出るためのそういうチェンジがめちゃめちゃうまくいきそうなので、<ー>そこはちょっとやって方向転換。もちもちこの春ぐらいからちょっとだんだん方向転換してますよ健康に関しては。うん、それすごくいいと思いますね。でそこは結果。 その仕事もそうなんですけど、うん、あれこの方向転換自分の意に沿わないなと思っても、はい、長い目で見たらそれがすごくいい方向転換になったりするので、はい、仕事に関してもか全然違う話が来たらどんどんやった方がいいかもしれないですね。ねねなななるほどじゃあだからこんな仕事だやねんと思う時も肩出しながら、ね <laughs> <laughs> すぐテレビで誠さん肩出してたら俺もバッてやらないと YouTube でタンクトップじゃないか分からんけど <laughs> <laughs> その変化を楽しむってことですね。はい であの自分がやりたいことを頑張ってやるよりも周りに求められていること、はい、望まれていることとかってことを一つ一つ答えていく方が結果成功して、はい、それが夏から秋にかけて気軽に始めたことがまた本業になってきそう,っていうじ,おじゃああんまり仕事に寄り好みせずに、はい、来た仕事は楽しく受けるとね。来年再来年はとにかく自分よりも人のためっていう後輩のため世間のためにっていう気持ちがとても大事かもしれないですね。 臨床だけ気をつけて、ね。そうですねエンデュース肩出したらいいです <laughs> 反省すなって思いますよ、ね、記,記者会見で肩出してたらめ <laughs> っち笑いますけどね <laughs> タンクトップに着せない <laughs> みんなスーツ着てるなんでなんでこんな格好してるんですかいや下田周。理やめてくださいよ名前出さないでくださいよ謝るときは肩出してる違う方向に行きますけど <laughs> <laughs> はいどうもありがとうございます 今日は私手相芸人島田修平も登場占いから階談話までお送りいたしますさて島田修平さんミュウさんからです あ今日の手相の話すごい楽しみなんですが高校の頃手相がほとんどない友人がいました、はい、太ってるわけでもネウどちらかというと痩せてるのに手のひらにシワが全然なくてびっくりしました、うん、彼女はその後幸せになってんですが手相のまあ俺の友達もいましたね、うん、生命線ゼ頭の線肩の線三つしかなくて <laughs> あおるねあるあ人いますねあのまあ線の数ですよね数々、はい、もう本当シンプルで全然線がない人もいればシワシワで線がもうたくさんって僕なんかも幼い頃か結構シワを 線が多かったけど俺高校の時友達のやつ見て「お前それ34本しかないんだって言ってあれはどうなんですか相の線の数手相の線の数はつまりたくさんあればあるほど感受性が豊か細かい部分にも気付けるただ気にしすぎてしまうああまあくよくよする率も高くなるわけね。普通に「頑張れよ」って言われたら「はいはいじゃなくて「あ頑張ってないんだ」とか深読みしちゃうみたいな。 あ,あ、なるほど。で逆に少ないと、もうダメってわけじゃなくて、て、うん、シンプルに物事を考えていける。割とこうね、切り替えが早いですよっていう、うん、まあ、個性ですよね。はい、あ、はなるほど、ね。だから、ないのが、あの、言い訳いでも、な、ないわけですね。うそうする、ね。はい、面白かったのが、プロ野球選手で、はい、やっぱピ。 キャッチャーと野手でまあ全然こう手相も感じ違うんですけど、野手でもキャッチャーの人って結構線多いんですよね。常になんかいろんなこと考えすぎてんねよね。あアタことかいろいろね。はいはい。そうか面白いですね。波川さん、あの私ほんまにダメ男寄せてしまうダメ男行為なんです。よもう寄ってくる男性がすべて隠れダメ男に見えてゃいます。 付き合うとまたメンズを育成してしまうのでは、とないかと。恋愛に対して臆病になり、ちょっとマッチングアプリも退会したところなんですが、なんかこう良い恋愛ができるようになる開運方法ってあるんですか？と、<laughs> あの風水ってご存知ですよね。風水ね。はい、はい、あの風水で恋愛運とか対人運を上げたい場合は、ここをきれいにすることが大事場所があるんですけども。それがクローゼットとかタンスなんですよ。クローゼット。へー はい、わかるわ。わかります。かる <laughs> 洋服ってね。人に会うために着ていくアイテムですよね。うんはい、だそこの場所っていうね。洋服を保管する場所が恋愛運やしまあ、その対人運の象徴なので、うん、まずあそこがぐちゃぐちゃ汚れてる。乱れてるってなると、うん、恋愛関係も乱れがちになってしまうと言われてるんですね。うん、そうなんです、ね。まず綺麗にあそこ整理整頓する、うん、で、さらによくあるのがあのパンパン。もう荷物服でいっぱいになってます。そうすると。 新しい出会いが入ってこないって。まあ、隙間がなくて。スペースがないので、まあ、三割ぐらいは処分して、過去七割ぐらいで、こうスペースを作っておくと、いい出会いも入ってくるようになりますよと言われてます。こな、あの、うんと、不運の正体の本の中にも。あの、クローゼットの服とかを、三、五十個ぐらいは断捨離しましょう。あ、書いてありましたね。書いてあった。五十個って意外と難しいよ。一度に五十個の服って、なかなか難しい。そうですね。まあ、服以外にも、本とか入れていいんだったら。 五十ぐらいはいきますけど、服だけですもんね。まあでも、まあ断捨離って服以外でもいいんですけど、まあ五十ぐらいって結構ちょっと大きな数やってみると。はい。すごくすっきりして、やっぱり結果ね、新しいスペースもできるので。だから、クローゼット、こうつってる、ハンガーつってて、きゅうきゅうやなくて。ちょっと隙間があるぐらいにしといた方がいいってことなん。そうですね。私キュンキュンです、今。え、キュンキュン。家帰ってやります。 ぜひ <laughs>、はい、いぜひぜひ三 <laughs>、はい、年ぐらい着てない服はもう捨てましょうってよく言いますよね。言いますよね。はい、中学生から着てるものありますもん。あ、まあ。 切れるんかもしれんけどって言うですよね。そうですね。ちょっと断捨離します。も、せっかくあの、も、モテキなんですから。モテキだそう期。忘れがちだったけど。モテ期。忘れがち。あ、そう、でもやっぱり、あの、ああいう断捨離って一つ効果的なんやね。やっぱりね、あの、気持ち的にもすごくすっきりして。なんかこう、また新たなね、こう一歩踏み出せるって感じになってきますよね。ああ、そうか。だから、まあ、ちょっとね、恋愛に臆病な方、風水的にも。ちょっとクローゼットとか、断捨離して、隙間作って、新しい出会いあった。 あ、言うと、だ、その隙間が新しい運気を呼び込むってことなんです。そうです、そうです、そうです。あとは、まあ、その出会いの象徴で言うと、携帯電話、スマホもそうなので。スマホのね、カバーをこう、綺麗に新しくしてみるとか。あとは、なんか、画面がちょっと割れちゃってます、なんても、よくないですから。はい、はい、はい。ね、そこもしっかりね、整えてほしいと思います。高校生は画面割るもんやと思ってました。そんなことない。女性は結構割れてる人多いですからね。多いですからね。はい。ということで、時刻間もなく、二時になります。 今日は私手相芸人島田秀平も登場、占いから怪談話までお送りいたします。はい、えー、ちょっと一旦占い置いておきまして。はい、あの島田秀平さんといえば、今お怪談巡りもやっておられますが。<laughs> はい、もともと怪談っていうのはど,どっから出てきたの。あの小学校の時にですね。はい、あのクラスの担任が変わってまして。うん、あの週に一回、あの学級活動って時間があったんですよ。はい 普通のクラスはレクリエーションしたりするんですがうちのクラスは1週間いい子にしてると担任の先生が教室のカーテン締め切って階段を話してくれるっていうわけわかんないです今考えたら教育系長野でそうですよねなぜかわからないけどただ子供って階段好きなんですよね好きやキャーキャー言いながらそれ聞きたいからいい子にするっていうね変なクラスでしてええそん時面白いあれやな手なずけ方やそうですねでまあ みんなはただ怖がってたんですけど、うん、このお話だけでこんなにね感情を揺さぶられて、うん、もうすごいエンターテイメントだなと思って、はい、で当時やっぱ義母愛子さんとか、はい、ああいったねオカルト部分もありましたんで自分自身が、まあ、興味を持ってそこから自分が階段書きためたりとか<ー>あとは収集したりっていう少年だったんですよ。小学校だから小学校56年生ですねあの夏休みの一研究自由研究あるじゃないですか、はい、みんな朝顔だひまわりだ、うんな中僕幽霊の研究をやってましたから、ね。<laughs> 毎日深夜2時にお墓に行って幽霊が出るのかどうかだけを研究するっていう<え>、えー、小学生で、はい、あれめっちゃ楽ですよでも本当は行かないで最終日に全部出ませんでしたって書いたら終わりですからね <laughs> <laughs> えー、でも自由研究のお題にしちゃうぐらい好きだった、ね、好きでしたねもともと占いとかよりも怪談とか都市伝説の方が好きだったんですよああ、はい、そうなんやはいでもまだこの芸能界に入ってきた時に そのなんか一時一時ギブアイさんとかのブームがあったとはいえ、ええ、まあ、YouTube とか今あるからあれやけど、ええ、階段やる時ってなかなかなかったやろ。なかったですね。はい。ただ階段好きな芸人でその百物語をライブでやったりとかはしてたんですよね。うんいはい、はいはいはい。でもそれあの僕らもそうだけど僕もと中山一郎さんとあの大阪の変わっち長野のラボリオホールで階段会やった時も階段で しかいわゆる講談師さんとか落語家さんがやる会談じゃなくてタ,タレントがやる会談って果たしてどうなんやと思いながらも、うん、まあお客さん集まってたんですけどその頃からぼちぼちですかね。そうですね。か今からも三十何年前ぐらいかな。でもまだとかなかったか,ら、ね、なかったらたんですだから本当に、まあちょまあ、そういうち,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 ちょっとだけこうライブでやったりとか、うん、あとはもう本当にもっぱら合コンで話すぐらい。<laughs> えー キャーキャーキャー言ってでまたねこれ本当今だから言いますけど階段ってねその終電間際に話すとねやっぱり怖いってなって嫌がられますよこの後一人で家帰りたくないとかなるとあーじゃあみんなで朝まで飲もうよとかっていうねことになるわけですよね最低ですね俺最低ですよそれで手にぎながら幽霊の層が出てるやめなさい本当に確かにねお化けが見える線とかありますけどもねあるんですね一回稲川淳二先生に謝りたいと思いますね <laughs> あ、でもそっから階段とかみんなで喋ってたんね喋ってましたね、うんはい、なんか階段とかこういう話って修学旅行とかでやってましたけどみんなでこうビクビクしながら話し合うと、うん、話し終えた後になんか 絆が深まってるっていうか、乗り越えた一つみんなでみたいな、盛り上がるんですよね。盛り上がります。いやだからほんまにあの階段付きのやつあって、なんかほんまにあのなんかこう修学旅行でみんなでこ布団の上にそもそもそもそって一つ一つね、たわいのない階段していけど、あれはあれで面白かったですよ。面白いですよね。でやっぱりその不思議な話って話す相手を選ぶじゃないですか。何言ってんだよって言われちゃうような話なんですけど、でもそういうのが好きな仲間が集まると、みんなやっぱり。 こう今まで蓋してた部分をねこう開いて実はこんな経験あってさこれ何なのかなっていうなんかこうみんなでねなんかこういつも話さなかったものを共有できてやっぱりこう仲良くなれてっていう部分があったんですよねそだから階段だからそういう意味で言うたらあのえ島田中平君が出たあの関西テレビの「階段グランプリ」。はい あれなんか久しぶりの会談番組やったねそうでしたよねだってあの稲川淳二さんのやってた今日の百物語って中山一郎さんが後世に入ってたとして,てんけどそれが終わってからテレビで会談っていうのはもう稲川さんが時々夏やってるぐらいでやってなかったよね、はい、なかったですねうん。会、うん、談不毛の時代があったからありましたよね <laughs> あったこの youtube で今この会談ブームがまた来てますけどずっと不毛でしたよね不毛不毛、うん、うん。だから なんか階段をだから階段を、だか人から聞いて、も自分がちょっと、なんか心霊スポット行って体験しても。どこで喋んねんっていうのが。<laughs> あったし。<laughs> うん、だからそういう意味で言うと、なんか階段ってそうか、島田女役なんかも。そういうので、ねうん、みんなこそこそやってたわけですね。続けてはいましたね。大好きでしたね。はいはいはい。今、あの、どの、同じ仲間で、芸人ぐらいの仲間で。階段付き合ったやつで、同期ぐらいで誰がいてんの?。 例えば光武系、国沢ゆうせい、はとかそうですよね。あとまあ B.B. ゴローさんとか、稲川淳二さんのねものまねの五郎ちゃんの階段は稲川淳二が喋ってるんだけど、なんかわから怖いな怖いなって何でもね、そっくりやからね。そうですよね。ただ階段好きじゃなくてもみんな聞くと一個や二個はあるんですよね。あるある。はい不思議な体験って。不思議な体験。 だからあれあのー、こっちが喋ってで不思議な体験ないって聞いたらみんないやそんなんないっすよって言うけどこみんなが周り喋ったら思い出すね<ー>そうなんですよそういうあったな,たなそう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 ,うん、うん、だから本当盛り上がってきてやっぱみんな一つや二つあってでみんな謙遜してますけど聞いたら、うん、え何その話 <laughs> <laughs> もったいないもっと話した方がいいよみたいな話とかあるんですよ <laughs> <ー>だそういう話を自分の YouTube で来ていただいてはい。 っっていうことが結構最初だたたりしんですねね最初はでもあれもほんまに今50万人以上登録者出てるからだかあれもその怪談師の方ももちろん来ていただくんですけど実はそれ以上にはいだしょうこさんとかエグザイルの n a o さんとかそう一切怪談のイメージない方たち結構来てくださるんですよ。ここに遠藤君とかもなかったもんんねあまりないんですけどだから話す場所がなかったで実はそういう話あるからせっかくだから話させてなんていうふうに言ってくださって。 みんなのストックが出る場所になってるんです。<laughs> ですね、<laughs> いや、まあ、だ、ほんまに一つや二つぐらい、あ、んねんけど、ロケ行った時に、ロケ現場でね。その泊まったホテルで、何かあったとかいう話なんかは。せ、うん、やかってお笑い番組で、急にやろう話とか。<laughs> <laughs> そうですよ、ね。突然やれへんしね。えー、その空気感とその場で。うん、あったら、まあ、まっちゃんの番組とかで、ね、それやったりしす。しまあ、ぞっとする話とか、ね。ぞっとする話とかやるけど。それ以外は別にね。うん、やるでもなかったよね。ようん。 好きって言っても出す場所がなかったけど、今はここにできてるわけですね。いや、ありがたいですね。またユーチューブと会談がね、結構相性いいんですよ。ああ、そうなんですね。ユーチューブは会談とやっぱりね、親和性高いよね。高いですね。高い高い。やっぱりこう会談ってね、あのたくさん話せるじゃないですか。だから、あの、ため撮りもとできますし。あとはやっぱりそのユーチューブって、あの離脱率って言って、途中で見るのやめられちゃうとよくないんですけど。会談って、とりあえずは、おちが気になるから、皆さん最後まで聞いてくださるんですよね。 ちょうどほんでテレビと違って家族みんなで見てるんじゃなくて自分だけのもんやからだからもう電気消してそれとスマホでずっと見てるだけでもうゾクゾクするっていうのが親和性高いね別に音だけでいいから作業をしながらとかそこそ寝る前とか画面見なくてもいいわけですよそう僕もよく寝る前にずっと聞いてます最近すごい言われるのが街歩いてると「島田さん YouTube 見てますよ」あれ寝る前に聞いてるとすげえよく眠れるんですよ ちょっと複雑みたいなあ出ちゃったんだあちゃったみたいなまあでも俺俺も今ねあの若者の中ではあの心霊系ユーチューバーですからもう声かけられる時心霊系ユーチューバーとして声かけられるそうですいやまあもう心霊系のもう俺のことを知らんかなあのナイトスカープとか全く知らん子が新橋の25ログの黒服が 見てますよ、階段系。いや、ユーチューバー、ユーチューバーショレレジェンドよって、俺は一人一人に言ってきたいですね。北野誠の経歴を全員に伝えてきたいこんなすごい人なんだぞお前って。若い人はもう。若い。いや、二十代のもうんま新橋のてる時、苦労事でよく声かけられるよ。階段系とか心霊スポット。だってもう心霊スポットに足を運んで、今こそね心霊スポット行ってとかいうありますけども、その走り中の走りですから。そうですよね。そこにいてリアクションしてっていう。もうだからみんなその怖い心霊スポット幽霊より。 まことさんのリアクションが見たかったの <laughs> うわー <laughs> っていう <laughs> そっちでございます今日は私手相芸人島田修平も登場占いから階談話までお送りいたしますはいまたした170センチさん素朴な疑問なんですが島田さん、はい、なぜ手相で人生がわかるんですかと あいいですねなんかやっぱりこう人間と動物の違いって、うん、まあ手をこうねはい、はい、器用に動かすことすこれによってこう人間は進化してきたって話もありますけども手の動かし方っっ、うん、っててて癖ががあそれが線になってくると思うんですよ、うん、例えば美容師さんみたいに毎日ハサミを使う方の手の動かし方だとこうできる線があると思うんですけど、うん、そうじゃなくてこう絵描きの方だとこういう線ができるってあると思うんですね。うん、でじゃあ美容師さん の動かし方をし毎回してたわけじゃ、ね、ごめんなさいあのじゃないんだけどもあのその美容師さんによくある線があるよってもともと。はい、ってことになるとあじゃあきっとその美容師さんの手の動かし方が得意なんじゃないかっていう<ー>その線があるってことはだからなんかこういうの向いてんじゃないのみたいなふうなことで言われてきたって話なんですね。 動かしてるから、つくところを見て。そうです。そうです。手の動かし方が、選手から、はい。でも、ほんま、複雑で、僕みたいに、めっちゃ手の線が多いやつと。本当に手の線がない人とおるから、不思議といえば、本当不思議ですよ。僕も不思議だったのが、でも、はまったきっかけがありまして。後輩に、あの、ザタッチって、双子の芸人があるんですよ。で、彼らって、あの、生年月日もね、D. N. A. も、血液型も全部一緒なんですけど。性格全然違うんですよ。お兄ちゃん拓くんが天才型で、あの、努力型で、弟の。 和也くんが直感天才型なんですよ。はいえー、で、手相全然違うんですよ。ええー、二人がですか。で、びっくりしたのが、弟の和也くんの方だけ、人気線、うん、モテ線っていう線がくっきり入ってるんですね。で、これを事務所の人間に話したら、びっくりしちゃって。うん、弟の和也の方だけ、ファレターくるんですよって。ええー。 同じじゃないのみたいな弟の和也の方だけ学生時代彼女いたみたいで手相すごいなってその時思いましたねすごいですねそうやんねそんなん決まってるわけやからね同じ日に生まれて同じ日目やからね顔だって同じ同じやから一卵性やからねそうなんです性格全然違って手相も違った時になんか手相はやっぱオンリーワンで面白いなって思いましたねそうやんねよく見たらほんまにあれと指紋と同じでみんなちょっとずつ違うから ね、はい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 こちらあの南の島のミーナさんからあの昨日ちょうど島田さんの手相の YouTube 見てましたありがとうございますそして今日はあ、ね、お階段巡り見てました<ー> <laughs> 見ていましたらなんと私にはラッキー M 線というものがくっきりありましたしかし本当にラッキーなんてあるんでしょうか具体的にこのラッキー M 線というのはどんな線なんですかとうんはいまあ、生命線という線と頭脳線という線、はい、で感情線という線があるんですけども、はい、その 頭脳線と感情線をこう結ぶような線があると手にアルファベットの大きな「M」ができるわけですね。手に「M」ができる手相っていうのはまあいい手相の代表的な線でこれがラッキー、M、線っていうんですね、はい、でこれ何かっていうと今やってること今やってる仕事とかが向いてますよっていう。 ただその調子で頑張っていいですよっていう線と言われてるんです。はいはいはい。ということは今の仕事を選んでて間違いないよ。ってことなんですね。今の生き方ですごくいいと思いますよっていう自信持ってくださいっていう線なんです。ああ、なるほどね。そういうことなんや。はい。ラッキーエム線って呼ばれ。エムに見えますもんね。確かに。僕は向いてるのエムって呼んでますけど。ああ、なるほどね。もなかさん。はい。こんにちは。私の周りにはバツイチ、バツ二が多いです。うん。 手相に、離婚線とか再婚線ってあるんでしょうか。一応ありますね。あるんや。はい、あのまあ、結婚線っていうね、有名な線がありまして、まあ、恋人の下あたりにできる。横線。横線ね。はい。はい。三本あると、三、三回結婚する。はい、五回なんですけどもね。一番長くて強い線見ていくんですけども、まあ、その線の先が分かれてるとか、ばつが入る。こういう二股になったやつもあります。はい、はい、はい。そういうのが一応あまり良くない結婚線って言われてるんですけども。でも、一番大事なって結婚線の向きなんですよ。うん。 まっすぐととか上昇カーブ描いてるといいてる結婚線、えー、未婚の場合は結婚に前向き既婚者の場合は夫婦生活円満、うん、下がってると良くない結婚線と言われていて、えー、未婚の場合は結婚に後ろ向き既婚の場合は夫婦生活に溝ができつつありますよみたいな。えーえー シャパあるんやね。はい、まあ業界人大体下がってますね結婚式。<laughs> <laughs> 僕も今微線とこと思って。ちょっと下がってましたか。これあの面白いのが昭和ぐらいまで名前が違くてですね。 昔はこの線のことを根性線と呼んでたんですね。うん、根性があるなしの、えー、上がってる根上がってると根性がある人、下がってると根性がない。うん、それがいつの間にか結婚線って言われ出してるんで。変わったんですね。やっぱりね結婚ってね他人と一泊暮らすことですから、うんはい、根性が大事なのかなっていう。マ子 <laughs>、はい、さん根性線もちょっと下がり気味ってことになっちゃいす、ね。<laughs> これ <laughs> これ多分俺下がってるのは多分変わってきたと思う僕はこれ沈黙線って呼んでるんですけど沈黙線。<laughs> 家族で家の中では沈黙しとく方がええ、ね。あんまり喋んないらしいあ、そうですか, <laughs> <laughs> かその辺は、ねはい、あんまりあんまり喋らん方がえいじゃあそこはあんまり僕も踏み込みませんうそうですね踏み込みません、はい <laughs> こちらでございますいきなりサザエさんから「今まで手相を見たがでどうにもシャレにならないぐらいひどい手相の人っていたことありますか?」と「そういう人にはアドバイスどうするんですかと?」とあくまででも占いなんですよね,、はい、や,ねでやっぱり僕は手相を見ることでその人が元気になったら「よし頑張ろう!」って思ってほしいと思うので、うん、やっぱりいい線をお伝えして、はい、でそれでもやっぱりちょっとびっくりするなって線があった時には、うん、まあ それをはっきり言うんではなく一応こういうふうに言われてる部分もあるんで、お医者さんとか行ってみたらどうですかとか。まあ、そんなふうな。包んで、なんとかお伝えして、で、本当に行ったかどうかとで確認して。でも、ね、まあ、あの、占いとか手相とか、まあ、そういうのもあるねんけど、あくまでもアドバイスになるわけやから。それどう捉えて、前向きになるかですよ。ねそうなんですよね。ただ、最近、あの、菅もね、なんかにいると、あの、パって振り向いたら、おばあちゃんがいらっしゃって。島田さん、胃の調子が悪いんだけどみたいな。いやいや。 お,お医者さんじゃないからみたいな。<laughs> 先生になっちゃってる。<laughs> あくまでも手相ね、当たるか当たるかわからないぐらいの手相しか見れないので。はい、<laughs> あんまりそのはちょっとね、皆さん、すみません。お願いします。<laughs> 調子が悪い。 なんですよ。<laughs> でも命押しが悪い時に出る線っていうのはあるんですか。一応ありますけどね。<ー>はい、あの消化器系に注意なんていう線とかね。そうそう。た、はい、だそれはあのもうそれはだと線よりもどっちかだ足つぼとか手のつぼやと思う。はい、そうですね。それはもうほとんど東洋医学の線、ね。<laughs> あとここ <laughs> お医者さんに。そうですよ。聞くよりもあのぜひ皆さんお医者さんに行ってください。<laughs> <laughs> そうだよね <laughs> そうです。専門じゃないですもん、ね。そうなん、その方が絶対いいと思いますんで、<laughs> 絶対いいですから。<laughs> そらそや、そんなんな。いやいや。聞きたくなる気持ちはわかります。わか気持ちわか,かりますけど、ツ、は、ボ、い、でするんです。そうですね。あのなんか内臓の代代謝版って言われてるやつがあり、<laughs> それと同じですから、ね。はい。皆さんそっちはやめたやってください。同じ <laughs> です。今日は私手相芸人島田秀平も登場。占いから会談話までお送りいたします。 はい、えー、ということでございまして占いの話ばっかりしてると階段ファンから怒られるので3時台はちょっとぼちぼち階段をやっていただきたいなと思っておりますが <laughs>、はい、ありがとうございます僕霊感はないんですけど、うん、そんな中でも、まあ、階段のねお仕事とか心霊スポットに行ったりってことで、はい、あ,あれ不思議だっったなてこれは今からもう10年以上前になるんですけど当時ですね深夜に。 会談の,、まあの番組やらせていただいてまして、うん、この番組っていうのが心霊スポットに行って会談を話すっていう,うもうすごいなんかあの心霊スポットで行って会談やると霊が寄ってくるっていう,うじゃないですか。っておいもやりませんよみたいなねなんかそんな感じでやってたんですが、うん、その時は千葉県の山奥にある、まあ、あるダム。 でここがですね以前女性がダムに落ちて亡くなってしまった、うん、まあダムってこう掴む場所がないので溺れて亡くなってしまったというまあそういった場所だったんですね、うん、でそれ以降まあそこでは女性のまあ幽霊が見えるとか声が聞こえるなんて噂がたくさんあった場所だったんです、うん、でそこで夜中十二時ぐらいから朝方にかけて撮影してたんですね、うん、で真っ暗な中セット組んで撮ってたんですけども、うん、夜中二時三時ぐらいになったらまあ順調に進んでたんで監督さんが、うん えー、じゃあ休休憩憩にしますすっって休憩時間入ったんですよ、うん、でよ照明さんがお弁当食べたりとか、はい、皆さん,なんか機材チェックしたりとか、うん、で僕も普通にこう岩に腰掛けて座って、まはい、休んでたら、はい、あのマネージャーさんがト「コトコトコってくるんでですねで写真一枚いいですか?」って「うん、えなんでこんな真っ暗の中で」うん、いや今日ねこういう仕事してるっていうのを Facebook に上げたいんです」うん、ああわかりました」でダムをバックにしてカシャって写真撮って、うん、アップしたんですよ。 ありがたいことに結構遅い時間だったんですけどもあのコメントがポンポンポンってきまして「うん、怖くないですか?」とか「うん、頑張ってますね」うん、ありがたいな」と思って読んでたら突然「こんな時間に心霊写真あげないでくださいよ」 書いてあるんですよ。<ー> <laughs> と思って,写真見返してもわからないんですよ、うん、その後も心霊写真怖い心霊写真やめてって書いてあって、うん、意味がわかんないんですよ、うん、でさらに見てると「島田の左肩に女の人が見えます」とか「うん、島田の左側に女性があってみんな同じこと書いてるんですよ、うん、怖い怖い怖い」と思ってでスタッフさんたちにも話したらみんな怖がっちゃって、うんまあ、とりあえず何もなく急ピッチ撮影を終えたんですね。 例えば休憩中一応カメラを回してたんですけどもディレクターさんから電話かかってきて「ここ女性の笑い声入ってるんですよね」とか「<ー>まあ聞こえなくはないな」みたいなこととかであとオンエア当日なんですけど、うん、見てくださった視聴者の方から局にいっぱい問い合わせが来ちゃって「うん、なんで喋ってる島田の声と口の動きずれてるんですか?」っていう問い合わせが。えー <laughs> 意味わかんないとかありえないじゃないですかな,です、ね、でなんだろうねって言ってたらそれぐらいからですね僕の左肩ズーンと本当重くなってきたんですよ、うん、この肩こりとかもない方だったんですけど肩の左肩のちょうど上の真ん中あたりに1センチ四方ぐらいのこりがある感じがして、うん、なんか気持ち悪いな,な,かずっとあなか吐き気もしてくるぐらい気持ち悪くなっちゃって、うん、っもしかしてなんか原因あんのかなあのダムになんて思ってたんですね、うんうん でその当時ある番組で霊媒師さんにこうお会いする機会がよくあったんで、うん、あ相談しに行こうと思って「でコンコン失礼しまーす」ってその方の楽屋を訪ねたんです、はい、ただ僕何も言ってないんですけどその霊媒師の女性の方が「僕の左肩じーっと見てるん何す,、ねうん、すかえなんか気持ち悪いんですけどな何かあります?」って「島尾さん最近さ水場行ったよね?」水の近く行って。うん なんでわかるんですか実はそうなんですよこうこうこうでそっから肩重いんですよえ、これなんか原因あるんですかって聞いたら笑いながらいやそりゃそうでしょうだってそこずっとねびっしょ濡れの女が指一本でぶら下がってるよえどういうこと、うん、指一本えちょうどその左肩一センチ四方のコリなんですよね、うんうん、あ指一本分え、うん、それ重いはずだよねそっから 上にこう上がろうとしてるから、うん、いやちょっと勘弁してくださいえこれどうしたらいいんですかちょっとお払いとかしていただけませんか、うん、いやでもね水で溺れた霊っていうのはね苦しんでるからね、まあ、こればっかりは時間が解決するしかないんだよね恋愛みたいなアドバイスされまして <laughs> 何それ結果お払いしていただけなかったんですよ。<え>で <laughs> でも、不思議じゃないですか。不思議やね。なんでそんな指一本でぶら下がるんですか。うんうん、幽霊も大変ですよねって聞いたら、うんうん、いや、しょうがないでしょう。もがいてもがいて、その指しか残ってないのよって思っ、うん。なるほど。で、まあ。どうかわからないんですけど、まあ、その肩こり、いまだに全然治ってないんですよ。うんうん、え。まだいる。と、もしかしたら、今日、僕、あのー。いや、まあ。 僕は払えるけどね。払えるかいな。払えるかいな。払えるかいな。だから今日ね、もう大先輩ね、誠さんにお会いできるんで、やっぱその例をここに置いていこうかなと思って。やめて。まあまあ、ね、つけとくほうが。なんで嬉しそうなんですか。こういうの嬉しいんですよ、誠さん。ちょわかんないですけどね、僕も言われただけなので。ただ肩が重かったのは事実だし。今はそこまで重たくはないの。今はそこまでは大丈夫です。ね大丈夫ですね。はい。ええ、置いていかないでくださいね、例は でもね、うん、でもほんまにあれやねあの時々そういう配信してたら、はい、ほんまにみんながあれそれなんですかっていうのをあの見てる側から指摘されるやろそうなんですよ最近それで発見されるってことが多いんですよね、うん、そうなんですよ自分たち気づいてないんだけど気づいてない気づいてない気づいてない俺は D V D 流してイベントやってた時に俺お前らよくあの D V D 流しててほんで休憩中にアンケートが来てなん、はい、でもっと怖い映像が映ってんのにみんな 違うとこばっかりを流すすんんででかってきてあ見て見る方は気づいちゃうんですね <laughs> でいや47分52秒ぐらいの北野さんが階段の踊り場から上がるときにはっきりと白い女の顔が浮かんでるじゃないですかって,って。<わ>で来てアンケートの書いてるから、はい、ほんまかなと思ってみんなで DV ではイベント中に持ってきてたから見直したら映ってるやん。はいえー <laughs> それこそ松原タニシさんもね、生配信とかしてるときに、そうそう女の例が、そうですよね。皆さんのコメントで、今映ってますよ。そうタニシあ頭の上頭の上マブラ巻いた女映ってるよってでそれ見て気づいてうわーみたなるとなすよね。そうなんです。さ今まで世に埋もれていた例が、まあこういった時代の進歩とともにこうあぶり出され始めてるんですよ。あれだから画面通してて僕らの後ろにおった僕らは背後におるやつはわからないから。 その時全然分からんよね。えー、だから俺がよく言うお前ら行くなんで。 あの死ぬまでに一度真正面に女の幽霊を見てみたいっていつも言うのはそれやね真正面 <laughs> んい。そんなねなんかね例もね自己主張強いようなね <laughs> パーリーピーポーみたいな例、ね、あんまりいなそうですよねでもでもでもなほんまにさ、はい、がガチモンでさ、ええ、そんなんない大河心霊写真とか、はい、心霊動画で後で指摘されたりとか変な感じで写真撮られたことは何遍もあるけど。ええ ガチンで扉開けたそこに白い着物でなんかこうほんま貞子みたいでしかも透けてなあかんわけやからやらすじゃない場合は、ええ、そんなんて。 生涯で一度もないと思うけどな、<ー>ほんまに。いやでマコツさん長生きするからまだあるんじゃないですか。いやいやいや。この後。もうでも、ね、105でそれ見たいよった <laughs> みんな言うで言うはお迎えが来たんです。<laughs> そっちか。マコさんそれはお迎えですか。<laughs> <laughs> 気づいてください。<laughs> 気づいてください。<laughs> そうですね。<laughs> それはダメやろ。でもほんまにガチもん、ね、で。 僕ら自身がまともに見たことないでしょ。ただね僕あの,あのまだ一個話してもいいですか。はい、僕ちょっと価値観が変わっちゃった話がありまして、はい、これそれまそう三四年ぐらい前ですかね。僕地元長野県なんですけど、はいはい、長野県で情報番組やってるんですね。はい、で群馬県と長野県の県境にメガネ橋っていう山合いの中にあるレンガ造りの高さ四十メーターぐらいの綺麗な橋があるんですよ。はい、ありますね。ご存知ですか。あ,すあの同様モミジの舞台になってるぐらいのすんごいこう綺麗な場所なんですよ。はいはい でそこに、まあ、そこハイキングロードになってるんで、まあ、ロケなんでね「さあ今日はねあのここ来ましたよ」なんてことでちょっとやってたんですよ。うん、でその後にですねディレクターさんが「ちょっと島田さん橋の上で待っててもらえますか」うん、僕とカメラマンで「橋の下に降ります」と。うん、で下に三脚でカメラ立てまして。うん でその下からグーッとカメラ上にこうねワンナップしますよとで上にこうカメラ向いたと思ったら上から島田さん手振ってくださいうそのねこう橋の前傾映ってるんでっていうなんかあるじゃないですか、うんはい、で僕は上で待ってたんですよで二人がトコ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 って下にこあまあ準備できたなああじゃあそろそろ上から手振ろうかなと思ったら僕の左側本当二メーター先にリュックショって赤いポロシャツであのー 帽子かぶっててるる女女性性がが景色見てるんですよ、はい、若い今手振ったらこの方顔がっつり映っちゃうな<ー>よくないなと思ったんでこの方が変えられたら手振ろうと思ってたんですね。うんはい、電話が鳴るんですようんうんって。見たらディレクターさんなんです下のね「もしもしどうしました?あ」「あ島田さん手振ってください」あ「あそうなんですけど今横に女性いらっしゃるじゃないですか今手振っちゃうとあれなんで変えられたら手振りますね」って。えっ何言ってるんですか えいますよねいないんですよでパッて見たら足元に花束が添えてあって、まあ、2週間前に事故でちちょっっっっっとこう落ちててくなししまたた方がいらっしゃったんですねで僕はもう今山内さんを見てるぐらいはっきりそこにい,い,いると思ってたんですよ。<ー>だからき気づいてないだけで霊ってそういうことじゃなくてはっきりそこにいる人間と変わらないんじゃないかなって僕思ってたんですよ。それぐらいくっきり見たんや。 はい。うわあ羨ましいな。んで感想が違う。これだけ思ったのがですね。どんだけ思い出しても格好姿た形は覚えたんだけど、顔だけ思い出せない。顔思い出せない。そうなんですよ。顔思い出せな聞いたらやっぱ顔から消えてくらしいですね。自分の顔見えないから人間って。そうだからそれを聞いたときにですね。日々いろんな方会うじゃないですか。ただその時にあの人どんな顔だっけなって思い出せない人いるじゃないですか。はい。幽霊だったんじゃないかなって思い始めたら。 見てる、合 <laughs> ってるんじゃないかな怖いですねいはい、ありがとうございます今日は私、手相芸人島田秀平も登場占いから階談話までお送りいたしますはい、ジャニコさんからうちは貯金がいまいちうまくできないのと収入も少ないので 金回りが良くなるような開運はありますか。<笑><笑>まあ仕事を頑張ることころなんですけども、はい、まあただあの風水的な話でいきますと、はい、やっぱりあのお金に直結する場所というのは、うん、まあトイレと言われているんですね。あ,あれ、うん、あれほんまにトイレなよね。なんかよくねそのトイレの神様がなんて言って、よく成功者はトイレ掃除をしっかりするだ話ありますけども、はいうん、やっぱりトイレ掃除ってすごく大事みたいなんですね。うん、で、その時に一つ注意点としまして。 トイレ掃除をする時に皆さんあの便器だけをこうねグッときれいにしがちなんですけども実はあの神様って上の方にいらっしゃるそうなので同じぐらい天井と換気扇もきれいに掃除しないといけないというそこまでがワンセットっていう。 やってないですやってないな俺は便器だけやったな <laughs> 私も便器だけでしたこなんでかって言うと、はい、あの水回りまあ、トイレとかキッチンとか洗面所、はい、お風呂っていうのは悪い運気が家から流れ出て行ってくれる場所なんですね、はいはい、逆に玄関というのがいい運気が入ってくる場所なんです、はい、だからどちらもきれいにしなきゃいけないんですけども、はい、そのトイレの便器もそうですし換気扇ってそこから出てきますよね、はいはい、だからそこをきれいにしておくことが大事なんでしょうかね、はいはい なるほどね。ハッと気づかされますね。<laughs> はい、忘れてた。はい。ドラッグモンキーさん、私の手相にはバッテンがあり、手相を勉強した方でこれは神秘十字線と言われましたと。<ー>これどういう線な神秘十字線？手の本当ど真ん中ですね。手のひらの、はい、そこに十字プラスマイナスのプラスみたいな線が入ってると、はい、これが神秘十字っていう線なんです。へー それがあるとすごいいいんですか神秘的な力に守られている強運な人もっと言うと先祖に守られてるんで事故にあっても無傷で済んじゃった<ー>みたいなご先祖様に守られてる方はいはいはいそんなイメージなんですね結果なんとかなっちゃうみたいな<ー>超ラッキーな人ってせんですねそういうことはあるんやねはい。あとあのこちら、えー、霊感中年さんから 左手の親指の関節に目のような燃料があります。<ら>あ,あ、これね。すごい。そういうさ霊感があるみたいなこと言われてますが、ほんまにどうなんでしょうか？ちなみに私は？ この目の文様があって確かに霊感があるといえばありますが手相との関係はないと思ってますがこれは手相的にはどうなんですかと一応その第一関節ですね親指をグーッと出した時にそこの線が曲線曲線で目のようになっていると「仏の目」と書いて「仏あ不思議なものが見えるかもしれないそういった霊感があるかもしれないっていう不思議な線なんですけど稲川淳二さん目が2つ入ってましたね。えすごい。 はい見えるのかどうかとかそういう世界にずっといらっしゃる方なので目が2つ開いてるのかなって僕びっくりしましたけどそういう線がある方はもしかしたらはい。と思うねねはないいいいい僕あるるんですすよ大きののがが私ちちっゃ薄薄開開ててま本当だ 島田君はあるね。うん、そんな僕自身もね、霊感があるとかは感じてはいないんですけど、こういう線があるので。<ー>もしかしたら、まだ開花してないだけなのかもしれないですね。<ー>なるほど。<ー>稲川さんなんか、無理やりつけたんちゃう。<laughs> 整形した。<laughs> <う>韓国で。<laughs> まだ、わざ韓国で仏眼作ってきたんで何かも。<laughs> <laughs> その前から、ずっといろんなも目にあったありますからね。稲川さんそうですよね。うん、はい。 今日は私手相芸人島田秀平も登場。占いから怪談話までお送りいたします。 はいいととうこで残るコーナーもいよいよここのコーナーで最後なんで最後はまた階段をそうなんです占いとか階段とか都市伝説とかパワースポットとか全部自分のやったことがうさんくさいなと思って心配になっちゃってるんですけどちょっと階段ってマことさんねあのご存知だと思うんですけど怖いだけじゃなくってい。 なんかこう元気が出る階段とか不思議な話なんかもあるじゃないですか結構好きですね僕その辺がねで僕その中でああ興味深いなってお話をちょっとお伺いいたしまして、うん、ちょっと話ね、はい、あのご紹介したいんですけどもあの臨死体験はい。でよくね生死の境をさまよった時にさまよった時によく本当にあの三途の川を渡りかけたりとかしますよね、はい、なぜかわからないですけどみんな川があったとか<う>お花畑が見えたとか で川の向こう側に人がいて呼ばれたんだけどこちら側でも後ろから呼ばれて振り向いたら目が覚めたとかなんか同じようなことを言うじゃないですか、はい。でこれあるんですね、まあ、女性の方、まあ、50代の女性の方がご病気でちょっと生死の境をさまよわれたんですね。まあ、あのもちろん生還されてもお元気な方なんですがこの方がですね臨死体験をした時のお話が非常に興味深くてどういう話かって言いますとやっぱりですね 川があるんですって、うん、で、お花畑があるんですって、うん、割と冷静で、ああ、本当にあるんだ、こういう世界がと、うん、思った時に、うん、あるね。なんだこれはっていう光景を目にするんですね。うん、何かっていうと、長い老若男女の行列があるんです。みんながなんか並んでると、すごい長い行列で、うん、これ何度あって気になるんで、その行列の先頭を言ってみるわけですよ。うん そしたらコンビニエンスストアみたいなお店があって、うん、どうやらみんなそこに入ってくんですって、うん、あれ何のお店なんだって気になったんで中入るんですね。そこなんか店員さんっぽい方がカウンターの向こう側にいてでなんかこうバーコードリーダーみたいの持ってるんですね。うん、でよく見たらその行列を作ってる皆さんがなんか白い紙。 なんか本当にこうペライチのなんかこう短冊みたいな紙持ってるんですって、うん、でその紙をその店員さんっぽい人に渡すんですってみんな、うん、で渡すとピッなんかこう読み込んで「はい何ポイントですね」次の方「ピッあ何ポイントですね」なんかポイント渡してるんですって、うん、なんだって思うじゃないですか、うん、で聞くんですってあれ何ですかあああれね死後のポイントなんですよ、うん、えそれ何でって。 あのいわゆる現世でいうお金みたいなものなんです。あ、だったらそれいっぱい欲しいですよね。でも見てるとさっきからたくさんもらってる人もいれば少ない人もいて、うん、ポイントがまちまちなんですけど、うん、あれなんで違うんですか。うん、あ、それは生きていた時の行いによってポイントが変わるんですって言うんです、ね。ーああ、なるほどって思うじゃないですか。はい、あ、あれですね。やっぱりこういい行いをするとポイントがたまって、うん、悪い行いをしてしまうとポイントが減ってしまうっていうそういうことですかって聞いたら違うよって言うんです。 うん、え違うんですかだってさそんなもの歴史その時のね時代によって価値観なんか変わるんだから、うん、何が良い,い悪いなんか決められないでしょ、うん、確かにえじゃああれ何をしたらポイントがたくさんもらえるんですかって聞いたら簡単です生きてる時に何でもいいから 新しい経験をするとポイントがたまるんです<ー>いいこととか悪いこととかではなくて、うん、経験なんです、ね、新しいこと<ー>こ面白いなと思ったんですね例えばそういう結婚とか会社を立ち上げるっていう大きなことじゃなくてもよくって、うん、いつもと違う道で帰ってみるとか、うんはい、そんなちっちゃいことでいいんですか<ー>定食屋さん入っていつもと違うメニューを頼んでみるってことでもポイントがどん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 ,どん加算されてたまっていくんですよへー,へーすごい でそれすごく面白くって僕ちょっとワクワクしたんですよ。新しい経験ってね工夫次第でいくらでもできるじゃないですか。はい、やろうと思いまね。はい。今からすぐにできますよね。なんかこのわかんないんですけど僕ら人間って。うん 生きてるようで実は生かされていて、何、うん、か神様のような存在に行ってこいっつって。うん、で、僕らがいろんな経験をしたことが、なんかこうビッグデータに溜まっていくみたいな。<ー>コンピューターでいう演算みたいな役割があるかなあ。なるほど、まあ。死後の世界はビッグデータの中に。入ってるで、その時に、やっぱりいろんなこう経験、経験値を積めば積むほど。やっぱりね、ポイントを上げたくなるよなって、ちょっと思ったりしたんですね。何か、まあ、これ本当のね、実際こうなのかどうか別としても、うん、やっぱり皆さんね、これって、うん。 今からでもできることなので、うん、ぜひね、ちょっとこう、新しいことっていうのを楽しんで、うん、ポイント貯めてほしいなっていうふうに思う話だったなとっ。なでも、なんか、ほんまに、あの、なんであのみんな臨死体験っていうのは、だいたいあの、パワー出てくるんだよね。あれね、不思議ですよね。不思議やね。あれ、なんやろうなと思って、だいたい。でも、ほんまに、ほとんどが、なんか、いっぺ死にかけた人で、聞いたら、やっぱパワーが。 出出てきててきととかか畑、はい、くるな、うん、やっぱりこう神社なんかでもねやっぱりこう川があって橋を越えると神域っていう,う、ね、何かここが結界ではないけど別の世界との分けてあるもんね。えーうん 何かやっぱりそこを超えると向こうの世界って何かそういう象徴的なものなんですかね。何かあるのかな。えー、不思議やね。でもそう考えるとね。そんなに鮮明にポイントとかが出てくるんですね。臨死体験中に。<laughs> だからなんなんでしょうね。<laughs> えー、すごい体験。あの臨死体験本当にいろんな臨死体験があるからね。はい、本当にね。ただ日本は日本でもなくてねあの海外でも臨死体験、はい、意外と顔出てくるんだよ。 え海外外ででもも国人の人のそれがやっぱり海外の方だとも海外っぽい川なんですけど日本みたいなちょっと浅瀬の低いすぐ渡れる川じゃなくてものすごい濁流みたいな川が出てくるんだけどそうでもないのよねやっぱり。<ー>うん、やっぱりこう夢なんかで、まあ、大事な方が亡くなってしまった,った時にその最後にご挨拶に来てくれるって話もよくあるんですけどそういう時によく聞くのが「 電車に乗ってったとか、うん、船に乗ってったとか、えー、飛行機の空港で搭乗口だったとか、うん、なんかそのやっぱ旅立つみたいな。ところで、最後のお別れしたみたいな話も聞いたりするんですよね。交通機関使うんですね。交通機関。やっぱり旅立つ、別の場所に行くっていう象徴なんですよ、ね。<laughs> ね。で、その話でちょっと今日戻るけど、はい、生命線っていうのは。はい、これほんまに、命の寿命を表してるの動画、みんな気にする人多いんだけど。<laughs> そうでもないよねこれありがとうございますあの手相の一番の誤解で、はい、なぜか生命線長いと長生き短いとダメみたいな長さが寿命って思う方多いじゃないですか、はい、これ本当誤解なんですよ、はい、長さよりもむしろカーブの強さが大事なんですねカーブの強さ人差し指中指ぐらいの真ん中からぐーっとまっすぐ線を下ろしてきて、はい、この線よりもカーブがぐぐっと張り出す とそれだけ体が丈夫ですよっていうのが正しい生命線の見方になるんですね。ただまあこれもすごいんですが名前を生命線ってつけちゃったからねはいはい、はい、長い長くないってなっちゃったすご、ね、いでもこれ生命線ではない生命って命のまばたきとか力強さやから、はい、あの長寿線とかってもっとそうやと思うねんけどただねあの、まあ、小田さんの場合はね生命線3本ありますのでまあさ軽く見積もって150歳まではち <laughs> 白口から何度も読み返す。背顔見えるかも。<laughs> だ,だからそういう意味ではあ,あの本間の長寿では関係ないよね。そうなんです。体の強さだったりするので、はい。 そうなんですって。みんなだから生命線が長いってなると、まあ、一般的に長寿だって言われるんだけど。それだけじゃないみたいですよね。そうですね。奥深いですね。てそう。奥深いですよ。このだから、ヘラとコランナーさみたいで、生命線自体はそれほど長くないんですが。最後に丸く星のようになってますが、とかね。これ、これがこう来て、これに星みたいななってんのよな。へー 手首の手首の出前辺りで丸くなって星っぽくなって、えー、でもなんかこう良さそうな。えー で、うんね、僕も実際見てない間で、なんとも言えないですけども、なんかいい、はい、良さそうですけどね。生命線も奥深いですよ。生命線の先がこう二股に分かれてたりすると、うん、それは旅行線って言って。うん、実家から離れた場所で活躍できますよっていう線なんですけど、うん、山内さんすごく長く入ってますもんね。<おー> <laughs> 早く実家から出たかったんですけど。<laughs> <laughs> そうやんな。そう,そうそう。そういうことですよね。この小さな親切、大きなスタッフさんも、小学校低学年時、左手の生命線の上を切り。 3割の受けがをしました。<ら>抜歯した翌日、風邪で2日寝込み、治った翌日、今度は左腕6割の受けがしました。整形外科の先生は、またと言われます。<laughs> 母親からは、えー、生命線切るうと良くないことが起きるとは、このことがねえと言われ、その時初めて手相というものを認識したのよく覚えていますと。あ<ー>まあ柴田さん的にも生命線が 傷つくくのは良くななないいいいいこととんですすかねねや気にして思まただあのさっきね韓国では手相の整形手術があるって話もあったんですけどなぜか手相の世界の都市伝説で、うん、徳川家康っていう人物がね、うんまあ、若い時には織田家と今川家の人質に取られるっていう数奇な運命だったんですけど、はい、初戦に出た時に敵の武将にこう切りかかられたと、うん、それを手でパーンと避けた時に、うん、手の中央に縦線刀傷が入って、うん、それがこれ以上ない運命線になってそこから出世したっていうなんか都市伝説があるんですよ。<laughs> <laughs> でそれを聞いたなんか豊臣秀吉は自分で入れたみたいな。はいはいはい なんなんでしょうね、なんかそう、<laughs> やっぱいい線が欲しいって、もっと言うと、それぐらい手相のことをちょっと信用してたのかなっていうようなことなんですかね。やっぱりそうなんでしょうね。えー、やっぱりそれはちゃんとあんねやろな、面白いですね。いいいい手相欲しいですよね。<laughs> 手相変わりますんで。変わりますよ、ね。本当に変わりますから。はい、<laughs> はい、い,いです。でも韓国でその手術するっていうのはすごいなと思うな。うん、はい、あと、こちら、ヘラトランドさん、もう一丁。 実や宝くじななど保管場場所所に適した幸運ってあるんでしょうか<ー>あまあよく言うのがあのな南西の位置とか<ー>まあねそうい神聖な方の額とか<ー>あとは北向きとかね、まあ、お金とかそういう場所っていうのはなんかもものっていうのはもうく暗いじめ地名したとくあかんよって言いますからね。俺ねそういえば、はい、宝刀神社っていう神社であ、はい。 あのなんかむなんていうの,あの七福神が船乗ってくるはい、はい、今度は折り畳みの財布があるんねやんか。そ、はい、それ売売売っっっててててるるであのあの京都の,あそこのお金神社もこに 宝くじとかを買う、ロットシックスとかロットセブン買うと入れるって、入れといたら、当たる確率は高い,っていう、ね。黄色いね、布財布ですよ、ね。そうそう、黄色い<ー>布細工も、品切れ中で、もう、全然手に入らないことがあったんですからね。はい、京都の、その、お金神社も、そんな、あの、オレンジ色の売ってて。うんうん、もう、宝くじなかったら、必ずそれ入れてるんです。けど <laughs> 結果どうなんですか。 いやまあねそれはね全部宝くじのねあの高額当選でもう今まで30億以上当ててるって方がいらっしゃるんですよ岡山県にねおじいちゃんなんですけども薬指の下に入る縦線金運線っていう線が手首までぐってきてるお何度も当ててますから何もない私だから掘るな言うてんだから。 <laughs> まあそういういのっておりますよね、うん、でも宝くじとか当たってる人って前 NHK の「あのなんかんはハーん」リンかのやつ見てたら宝くじ当たった人ばっかりが出ててんけどあれで一番俺が「へえそんなんなん?」と思ったんはなんかね宝くじを買って当たる時の願掛けとしてなんか毎日その辺の町なのゴミをちゃんと自分で集めて捨てたりとか。<laughs> <laughs> か一日一禅みたいなことをすごくしてはんねみんな。本当運拾いはゴミ拾いって言いますけどもね大谷翔平さんがね試合前にゴミ拾ってるやつもすごく目にしますけどやっぱり結構あるあるですねあやっぱりそうなんやたまたま見た時にゴミ探さんでなんで今探そうとしたんですか今本番中にここのゴミじゃなくて外のゴミ結構芸人さんでもねゴミ拾いしてからブレイクしたなんて芸人さんもいたりとかそう。 あと宝くじ当たってる方は四つ習慣があるって言われてて、はい、あの前日にお酒を飲まないで肉を食べるで当日は午前中に買いに行く、うん、であとは買う枚数がバラ十枚連番十枚ってい買い方をしてるとか<ー>でやっぱ最後宝くじ売り場の周りのゴミを拾って買うっていう習慣の方が結構多いって話を聞きましたね頭に入れておきますはいもうだから全校こうなってると自然と運が寄ってくるような考え方ないと思います、ねうん、そうですねはい 今日は私手相芸人島田周平も登場。占いから会談話までお送りいたします。はい、えー、クワナのごまちゃんからマコ、ま、さんマコ、ま、さん、あの肩ポイントやって言われてましたけど、長袖で肩だけ出てる服ありますよ。ある、今流行ってます。流行って。女子が着てるやつやギ。ギャルが着てるギャル着てるやつや。いいですね、なんか似合いそうですよね。<laughs> <laughs> 知ってるよあれ、これこのやつやの肩のやつ。はいはい。これこれ変化出てる。るやつやプレゼントしましょうか。ありがとうございます。いいですね。もう安いやつでいいですから。<laughs> 寒い冬ね。<laughs> はい、ということで今日は島田詩友さんをゲストにお迎えしておりますが、えー、あさって「運と不運の正体」という本がこちら SBC 書が出ますので、はいはい、これはあのどっちかって言ったら。 うんと、ふんというよりも、人間としてこう生きた方が、うん、向きますよ。ってことです、ね、そうですね。はい。そう思っていただけると、ま心にスーっと入ってくる事例がいっぱい出ておりますので。はい。是非、はい、とも皆さん、ちょっと手に取っていただいて、い、ね、読んでいただくと、入れ替わるんじゃないか。はい。お願いいたします。ありがとうございます。うん、はい。ね、今ちょっとそう、今ちょっと俺ついてないわと思って、これ読むと、ちょっとなんか、また違う転換を。できるんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、ということでございまして、今日は本当に。 お忙しい中どうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。はい。占いまで私たちのやっておいてすいませんでした。明日から急に肩出したら僕お前、あとお前カブレすぎやで。急に肩出してるかもしれませんからね。すごいです。でもでもなんかいいことをやってでも朝トくクでもいいことをやって方がいいと思います。は はいということでここまでお会いで私北の誠と山内綾香とそして島田秀平でした。はいということでどうも島田秀平さんありがとうございましたありがとうございました。